はい、こんにちは。8月19日です。今日のお題は、代償なきものはない。まあそんな風にしましょう。ここ半年ぐらいでね、知り合った男性がいるんですけど、その人がね、龍神パワーを使ってね、ヒーリングができるっていうんですよね。で、その人ってね、公務員の先生でね、なんかずっとね、その職場でもう責任ばっかりをね、押し付けられて、そういう役職っていうかね、30年間ぐらい、それでもうね、本人言うにはやさぐれてしまって、酒ばっかり飲んでたっていうんですよ。で、ある時ね、その龍神様のね、パワーがね、入ってくるようになってるんですよ。それでね、人をヒーリングできるっていうんですよね。でも考えてみたら、それありえないですよね。何の修行もせんでさ、飲んだくれてさ、ある時龍神様のパワーが入ってきたからヒーリングができるって。確かにヒーリングができるらしいんですけどね。で、誰がそのパワーを出してるかというと、その魔物ですよね。魔物だってね、その龍神様ぐらいのね、パワーをね、使えるんですよ。だからその人にとっては、本人はわからないけど、魔物がそうさせているんですね。その時に、そのやっぱ代償を払わなきゃいけないんですよ。代償なきものはないんですね。神社に行ってお願いして、1年以内にお礼に行かなければ寿命が縮まるとか言うんですよ。それは代償ですよね。こっちが、向こう側からすれば、私にお願いしたのにさ、何の挨拶もなくね、お願いばっかりしてさ、100円玉ちょろんとね、したぐらいでさ、話にならないじゃないですか。魔物でもそうなんですよね。パワーを授けるけど、それなりの代償を求めるわけですよ。それはその人の寿命をもらったり、それ本人の体のね、不健康になったりとかね。で、もう一つはその子供さんの不幸を招くわけですよ。で、彼の場合はどうも娘さんがね、35ぐらいになるんじゃないかな。仕事辞めて今はね、休職中っていうんですよね。職を探してるっていう。まあでも、もうちょっと神経的なものかもしれませんしね。そういうふうに代償を払わせるっているんです。だから代償なきものはないんで、例えばこの音を聞けば明日から金運がどんどん入ってくるとかさ、それはないんですよ。その安易にね、何でもかんでもさ、幸運がさ、来るわけないんです。やっぱり努力が必要だし、その安易な近道はないってことですよね。以上、終わります。ありがとうございました。